あら、いや、今日どうしたの？どうですか？いや、ちょっと待ってください、急に。え、鶴光師匠、国立で取りなの？いや、そうです、はい。師匠はもう、あの、本売れ、本売れ、うるさいんで、もう、向こう行かんとこと思って。向こうでもやってんの？ずっとやってます、もう、はい。本売らないと思う。あら、ねえ、南波さん、ご苦労様。何楽です。私、あの、はい、鶴光師匠の本買いましたので、え、買ったの、現金出して買いまし して読んだら、はい、あの、私の ネタがパクられてました。やったら、ある話があって書いてあったけど、鶴光師匠、本当危ないんだ、危ない。だってそれを教えた当人に語りかけた。この間これやったんで、いや、そこが言ってみたんですって。もう肉付けされてる。早いですね。いろんなネタがね、もう書いてありましたけどね。今日はこれ黒松、黒松ね、これどこ、十条でしたっけ、ね、うん、そうね、とか板橋の、これがなんか並んで買わないと、で、芸能人の人もよくね、楽屋、あ、どうぞ、楽屋見舞いにという、いい人ですね、これなんか米次師匠のお客さんの、なんか劇団四季の方、あれ劇団四季、この間、去年一緒に飲んだんですよね、今日お持ちいただいて。これ、あ、これは、うん、これ知ってます。これ、この間白うさぎ講演会の旅行行ったんです。稲葉の白うさぎ、これ、鳥取でしたっけ、島根名物、あら、神話の国ね、はい、この間行ってきました、出雲大社、全国、いや、これ仕事じゃないんです。講演会の旅行って。講演会。今日からの、今日明日のゲスト。いや、ちょっとトイレ行ってました、ね。米次師匠でございます。遅ればです。よろしくお願いします。師匠からの差し入れで、ありがたいことでございます。いただいたやつですか。いやいやいや。こっちのお客さんお持ちでこういうのを。こういうネタ帳ですね。こちらは中関、鈴ヶ森ですよね。初日は親子酒、はい、幽霊の辻細田先生から許可をいただいて権様に教わりました。松山鏡、木曽義仲、源平の途中までですね、声がめ、運がつくように、はい、のっぺらぼ、久しぶりにやりまして、昨日が義母子でございまして、今日が、来てから名前を書くんです。来ないこともありますので、来てから名前を書くようにってうちの師匠やなんかよく怒ってました、こういう塩梅ですね。はい、今日は何にしましょうか。今高寺は初天神かな。はい、今日と明日でもう2日でおしまいでございます。まだ撮ってます。まだ。動画、10分以内で、ね、収めないと。詰め詰め、飛んできた。飛んでお願いします。鶴光師匠を置いてこちらへ来て。いや、置いて。あら、桂さん映しちゃまずいから。ちょ、半分だけ。ね、目だけ。桂さんね、パンティーかぶってるのかと思ったらマスクだね。絶対に初払いは。なんですかこれ、動画？ありがとう、動画、YouTube。事務局の桂さん。結婚しても桂さんです。
本名じゃないだろ、芸名じゃないから。岡川さんじゃない、本名岡川なおこになりますはい、じゃあ今日はこの辺にいたしましょうかね。米実師匠を移して、あのお茶飲んでますじゃあこれ末広田から失礼いたします。さよなら、さよなら、かっちゃん、はい。